飾っていただきます勝負師の皆さんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さん暑い中ありがとうございます。勝負師と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1日目、もう夕方になってきて、この駅前演舞場も、勝負してラストということで、ぜひ精一杯盛り上げて、今日のこの会場を締めたいと思います。浦田はですね、まだまだこの後、イオンモール演舞場やルネスホール演舞場は、17時までやっております。あと1時間やっておりますので、ぜひ、終わったらその後見に行っていただければと思いますし、それが終わった後夕方6時から下石井公園で、9時までガーデンナイトというのをやってます。花火を見に行きたいと思いますが、ぜひウラジャーを見に来てください。はい、でそのガーデンナイトで僕らも踊りますので、ぜひ見に来ていただければと思います。さあ、勝負師ですが、今年、9年目になりました。今年のテーマは躍進というテーマです。見ている人も踊っている人も心が踊るような演舞をご覧になっていただければというふうに思っております。それでは、駅前演舞場最後の演舞、踊らせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは参ります。進む道の未来のために、心よ踊れ我らの舞で、ウラジャー、ウラジャー、未来は豊かな大地、日々の国、青い空を駆けるような振る舞いを、勝負し2019躍進。Yeah!
そういうことで決勝戦に進まないよ。我らの大阪に暮らし始めた。あの時はあなた、私は言います。答えたことを改めて平和な国を目指す思いに向かい方にあるんじゃ。時には思いを確認しない。さらに心を躍らせ、宝を生み出し、未来に向かって歩み出せ。必ずある未来のために、その先へ。なめありがとうございました。直れ。